セレッソ大阪は16日、ブラジル人 FW リカルド・サントスが右膝内側側副靭帯損傷で全治3週間と診断されたことを発表した。同選手は14日のトレーニングで負傷した。リカルド・サントスは1987年生まれの30歳。昨季から C 大阪でプレーし、今季は明治安田生命 J1 リーグ第31節終了時点で9試合に出場している。C 大阪は今季、明治安田生命 J1 リーグ第31節を終えて17勝6分け8敗、勝ち点57で3位につけている。次節は18日、勝ち点差2で5位の横浜 F ・マリノスとのアウェーゲームを控えている。